どうもこんばんは、武蔵先生です。本日12月の15日朝5時でございます。皆さん原神やってますか？原神、武蔵先生もですね、8月の後半もう終わりですね、24日ぐらいから始めたのかな。で今現在ね、12月の半ばなんですけれども、冒険ランクね、気がついたらもう51までなんとか上がりました。で世界ランクは7になったんですけれども、とてもね7じゃやってらんないから6に下げたんですよね。ついね昨日、日付が変わっちゃったから、正確には一昨日ですね、イベントのねガチャ、イベント祈願か、原神の場合は祈願って言うんですよね。そのガチャでね、アルベドとエウレアか、発音がちょっと違うね、のガチャでずっとねアルベド回してたんですけれどもね、13日もそのガチャが終わる前の日ですね、夕方にですね、息子ちゃんと隣同士でね、デイリーとかね、やってたり、犬を捕まえるあのイベントね、原神のイベントの中ではね、一番クソだなって思ったイベントだったんですけれどもね、なんかすぐね、敵の犬の索敵に引っかかってね、捕まえる犬が煙に巻かれちゃうっていうね、あれはものすごいクソでしたね。一個ね、最後のやつがどうしてもクリアできなかったんですよね。でもういいかなと思ったんだけど、なんとかね頑張ってやってクリアしたところ、ガチャ一回回せる分のスターがね溜まったんで一回回したんですよね。そしたらなんとアルベド出ちゃいました。もう諦めてたんですけどね、石が溜まるたんびにねガチャ回しててね、ちま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 やってたんですけどもね、おそらくね天井まで行かずに引けたと思います。単発で引いててね、引けました。ということで今日はですね、もうすでにね新たき1頭のガチャにね変わってましたね。今日日中はまだねガチャ更新されてなかったんですけれどもね、今日の夜なのかな、更新されたのが。で新たき1頭になって、ピックアップでね星4がシャンリンがねいるので、シャンリンをね今2凸状態なので、なんとかあと2回引いて4凸したいなっていうふうに思ってるんで、とりあえずまあ、原石手に入れ次第少しずつ回していきたいと思います。はい、ということでですね、原神といえばですね、あのスイーツパラダイスね、スイパラのコラボ商品ありましたね。10月にね息子ちゃんのためにね、あのアクリルスタンド2つね、勝利先生と風太郎のねアクリルスタンドと、あとなんか幽霊、風太郎が持ってる幽霊のぬいぐるみかな、あれをねスイパラの通販でね購入したんですよ。皆さんご存知かと思いますけれども、カード決済した方ね、その後不正使用が多発しましてね、被害続出ということでね、武蔵先生はね運よくコンビニ払いで支払ったんですよね。カード使わなかったんで良かったですね。スイーツパラダイス甘い、セキュリティも甘い。詳細はですね、スイパラの方ではね、あのまだコメント確か出てないはずなので、どういったところから漏れたのかとかね、実は内部犯行だったのかとかね、まあその辺とかもね全くわからない状況ですけれども、やはりねカードをね使ってこう通販ね、まあ Amazon とか Yahoo とかね楽天とかいろいろあるんですけれどもね、武蔵先生はねカード基本的に使わないんで手数料とかねかかっちゃったりするんですけれども、コンビニ払いとかねで払っております。やっぱりね怖いよね、どこで情報が抜き取られるかわからなくてね、カード決済ね便利でね、あの一瞬でね注文できるんですけれども、手数料かかんなかったりとかね、なんだけどねその後ね情報抜き取られて不正に使われちゃったら損害大きいですからね、結局被害に遭ってもそれがなんかねちゃんとね証明されないうちは、カードのね持ち主って、まあカードっていうのはね、もともとカード会社から貸与されてるものだから、厳密に言うと自分のものではないんですけれども、名義のね使用者の方に請求が行ってしまうのでですね、皆さんねカードでお買い物するときはね気をつけましょう。ということでですね、原神ね、はじめはですね、あのパイモンの喋り方がどうにも受け付けなかったんですけれどもね、人間慣れる動物ということで、今は全くね気にならなくなりました。ということでね、これからも息子ちゃんにねいろいろ教わりながら原神やっていきたいと思います。今ね隙間時間ね、もう寝なきゃいけない時、寝なきゃいけない時間を使ってね、原神ばっかりやってるんですけれどもね、そのせいでちょっとねこう心霊系のね動画なんか全然最近見てなくてですね、疲れたなと思ったらね、アマプラでジョジョのアニメを第1部から見直してまして、今第4部もう終盤ぐらいのところまで来ておりますけれど、第6部がなんか新しく始まるんだか始まったんだかしたみたいなんですけれども、ネットフリックスだけらしいんですよね。ネットフリックスいいなとは思うんですけれども、まあアマプラで十分かなみたいな、ね、そんな次第でございます。ということで今回はここまででございます。新しいチャンネルの方まだね動画1本しか出してないんですけれどもね、そちらの方はアロマテラピーね関連に
特化した動画となっておりますので、武蔵先生チャンネルアロマテラピーの名目でご登録くださった方、もしよろしければね、そちら新しい方のチャンネルね、ご登録いただけると嬉しく思います。こちらのチャンネルね、一旦収益化できたチャンネルで、収益化がね剥奪されてからですね、しばらく2年ぐらい経ったのかな、しばらく収益化されてないということで、このチャンネルが無効化されますよみたいなメールがね Google から届きまして、もしかするとなくなってしまう、使えなくなってしまうかもしれないので、アロマのチャンネルをね別に設けたという。もしねそのまま継続できるようでしたら、この武蔵先生チャンネルはいろいろな内容のものを配信していこうかなというふうに思っております。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。